安全なキャンピングカー運用を行うためにタイヤの管理はとても重要な要なな素になります。今回はタイヤのロードインデックスを知りタイヤにかかる荷重を知りタイヤに十分な負荷能力があるか確認するため1タイヤが耐えられる荷重2空気圧や速度による変化3タイヤにかかる荷重これらの3つのポイントについてお話しします。1. タイヤが耐えられる荷重。 タイヤには規格が存在し、タイヤメーカーは規格に準じたタイヤを作っているため、規格を確認することで、タイヤが耐えられる荷重がわかります。タイヤの規格の種類は主に、日本の規格であるジャトマ、欧州の規格であるエトルト、アメリカの規格である TRA があり、同じタイヤサイズやロードインデックスであっても、指定空気圧による負荷能力が異なりますが、最大負荷能力と指定空気圧については、 タイヤに記載された内容から読み取ることも可能です。このキャンピングカーで実際に使用しているタイヤを例に、タイヤに記載されている表記の説明をしていきます。タイヤには、215、75、R15、115、113、L と記載されており、115と113がロードインデックスで、L が速度記号となり、120km 毎時の速度において、 シングルタイヤの場合は、左側の値の115、ダブルタイヤの場合は、右側の値の113となります。このキャンピングカーはシングルタイヤですので、使用するロードインデックスは115となり、タイヤの負荷能力は 1215kg となります。ロードインデックスの最大負荷能力は、指定の空気圧を入れた場合のものですので、タイヤに記載されている空気圧の表記を確認します。 ここには 87PSI と記載されていますので 87PSI の場合に最大負荷能力となり115のロードインデックスが示す 1215kg の負荷能力となります PSI を kPa に直す場合は6.895を乗じますので 87×6.895 イコール599.865となり 87PSI は規格上の上限である 600キロパスカルのこととを指すすここになりますこの空気圧から下げる場合は負荷能力が低下していき速度によっても負荷能力は変化します。また同じタイヤサイズであってもタイヤの規格が異なれば指定空気圧や負荷能力に違いが出てきます。詳しくはタイヤメーカーの資料を確認すると良いですが少なくとも実際のタイヤに記載されている表記を確認し タイヤの最大負荷能力と指定空気圧を把握することは追加の装備や荷物を多く積む傾向があるキャンピングカー運用においてはとても重要です。2. 空気圧や速度による変化ここからは規格上の話になってきますのでこのタイヤの規格である日本のジャトマ規格をベースに話をします。タイイヤににに記載されているロードインデックスのののの値値値は、空気圧を規定の最大値にした場合の値になりますので、 そこから空気圧を下げると、負荷能力も下がります。速度に関しては、規定の速度より上がれば負荷能力が下がり、速度が下がれば負荷能力が上がります。それぞれのタイヤにより内容が異なりますが、このタイヤについて説明を続けます。空気圧と負荷能力の関係ですが、このキャンピングカーはシングルタイヤですので、このタイヤは規格上においては、6 0 0スカルの場合の負荷能力は1 2 1 5ラムですが、 450kPa の場合の負荷能力は 1030kg となり 350kPa の場合の負荷能力は 900kg まで下がります空気圧を抜くと乗り心地がソフトになりますがタイヤの負荷能力が下がることを考慮し余裕を持った空気圧に設定しておくほか定期的に空気圧チェックを行うことが必要です速度と負荷能力の関係ですが 速度記号が表す1 2 0 k m 時の場合は係数は1となり、負荷能力は 1215kg ですが、1 4 0 k m 時の場合は係数0.9となり、負荷能力は 1093.5kg に下がり、1 0 0 k m 時の場合は係数1.05となり、負荷能力は1275.75に上がります。速度を上げない方がタイヤの負荷能力が高まるため、 負荷能力に余裕がない場合は、速度を控えめに走行すると良いです。これらの規格は、主たるタイヤに関しては、各タイヤメーカーの Web ページに記載されていますが、一部の特殊なタイヤについては記載されていません。詳しくは、タイヤメーカーに問い合わせるか、ジャトマ規格企画に関しては、ジャトマイヤーブックに記載されていますので、ジャトマの Web ページより購入すると良いです。3、タイヤにかかる荷重。 タイヤが耐えられる荷重が分かりましたら実際にタイヤにかかる荷重を把握します一番良い方法は実際にタイヤにかかっている荷重を計測してもらうことですキャンピングカーショップの中でも足回りに力を入れているところであれば計測器を持っている可能性がありますのでタイヤの荷重を計測してもらうと良いです計測ができない場合は車検証に記載されている軸重をベースに 重量物の荷物をどこに積載しているか大まかでも良いので把握しておくと良いです。例えば 20kg のバッテリーを後輪軸上に置いた場合 20kg が後輪軸にかかりさらに左右の位置に置いて左後輪の上に置かれた場合 20kg が左後輪にかかるというものです。ホイールベース間に置いた場合は前後に荷重が分散されるのですが注意すべき点は 後輪軸より後ろのオーバーハングに設置した場合で、オーバーハングに置いた分だけ、フロント荷重が減り、リア荷重が増えます。具体的には、ホイールベースが4メートルの場合において、後輪軸より1メートル離れた場所に2 0ラムのバッテリーを積んだ場合、前輪軸からはマイナス5キログラムの荷重が減り、後輪軸に2 5ラムの荷重がかかる計算となり、もともとの重量の2 0ラム以上の荷重が、 後輪軸上にかかるという点です後輪のオーバーハングは車両によってはとても長いためトランクに重量物を積み込む場合は前方つまり後輪に近い位置に積んだ方が後輪にかかる負荷は減ります左右のどちらに置くかでも左右のタイヤの荷重が変わります左右のバランスはハンドリングに大きく影響しますのでタイヤの負荷能力に問題がなかったとしても 左右に均等に荷重がかかるように装備品や積載物の配置を見直すと良いです積載物を置く場所による荷重の計算ですが計算式はこのようになりますホイールベース 4000mm の車両において前軸から 3000mm 後軸から 1000mm の位置に 20kg の積載物を乗せた場合前軸の荷重は後軸からの距離が 1000mm ですのでこのようになり 5kg であると求められます。後軸の荷重は前軸からの距離が3,000ミリメートルですのでこのようになり 15kg であると求められます同条件でリアオーバーハングに乗せた場合オーバーハング部分を負の数で計算します前軸から5,000ミリメートル軸からマイナス1,000ミリメートルの位置つまりリアオーバーハングの1,000ミリメートルの位置に 20kg の積載物を乗せた場合 前軸の荷重は、後軸からの距離がマイナス1000ミリメートルですので、マイナス5キログラムとなり、荷重が減ることになります。後軸の荷重は、前軸からの距離が5000ミリメートルですので、25キログラムとなり、積載物以上の荷重がかかります。表計算ソフトでこのような計算式を作っておくと便利です。左右の場合の計算も、軸重を積載物、トレッド幅をホイールベース。 タイヤを軸重とすることでおよその計算はできますが左右の場合は距離も短くオーバーハングもあまりないため求めた軸重に対して真ん中なら半分片方によっていれば2対1というような配分の計算でも把握は可能ですこのようなざっくりな計算であっても計算しないよりは良いと思いますので装備品の位置や荷物の積載位置において 特に重量物の位置を把握しタイヤにかかる荷重を計算しタイヤの負荷能力を超えていないことを確認しますただし車検証に記載されている軸重がどのような状況下で計測されたものなのかキャンピングカーにおいてはわからないこともあるためあくまでも大まかな数字として考え十分に安全マージンを取った負荷能力のタイヤを選び負荷能力に余裕がない場合は積載物を減らす 積載物の位置を変更して荷重を分散する。余裕が出る負荷能力になる速度まで落として走行する。このような対策を行い安全マージンを作ると良いです。ご視聴ありがとうございました。